まずインク後ろに引いて手を離す。はい、今日紹介するのはこちら、マックのハッピーセットのおまけです。まずはこちらスプラトゥーン2の塗り絵です。こんな絵がこんな感じになってます。そしてここにステンシル塗り絵というのがあるので、ちょっとやってみたいと思います。やって鉛筆で押さえながら、お、結構上手に抜ける。こんな感じですね。インクで、これ丸も抜きます。じゃん、インクできました。続いてタコも抜いていきます。じゃーん、タコ抜けました。次イカ、イカ抜けました。次最後武器、はい、こんな感じで全部抜けました。では早速鉛筆で抜けたところを塗っていきたいと思います。まずインク、じゃん、どうでしょうか。いい、うん、まあまあ上手にできました。続いてタコをやってみます。はーい、じゃん、お、タコ完成しました。いい、いい、そして続いてはイカをやります。はい、イカ塗れました。じゃん、こんな感じです。そして最後は武器です。武器です。はい、武器完成しました。こんな感じです。インク、インク、タコ、タコ、イカ、イカ、武器でーす。武器でーす。はーい、こんな感じでステンシル塗り絵やってみました。これ色を変えてみるといろいろと楽しめそうでーす。はい、続いてはこちら仮面ライダービルドの、ここに鍵を刺す、横を押すと走るというおもちゃです。これはスプラトゥーンの塗り絵をもらった時に昔のおもちゃが1個もらえるということで仮面ライダービルドでした。では早速横押してみたいと思います。いきますよ。はい、こんな感じです。はい、こんな感じです。こんな感じです。なかなかいいですね。はい、はい、そして次こちらスヌーピー、これはちょっと前にマックのハッピーセットでもらったおまけです。これも一緒に紹介します。これは後ろを引いて手を離す。こんな感じです。後ろに引いて手を離す、後ろに引いて手を離す、で手離す。はい、そして最後こちら、このプロペラが飛んでいきます。最初にこの黄色の棒を差し込みます。こんな感じですね。そしてスヌーピーをセットします。それで思いっきり引くとこんな感じで飛びます。はい、もう一回やってみます。いきますよ。こんな感じで飛んできます。もっと勢いよくやると高く飛んだりもできそうです。はい、それでは今日はスプラトゥーン2の塗り絵と仮面ライダービルド、スヌーピーのマックハッピーセットおまけを紹介しました。それじゃあこの辺でまたね、バイバイ。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。チャンネル登録よろしく。よろしく。